ステースクリームだ。今日は一人で臨床するぞ。静かな湖畔の森の影から、静かな湖畔の森の影から、静かな湖畔の森の影から、全然先に進まねえじゃねえか。ああ、俺がいっぱいいればいいのにな。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。スタースクリーム、勘弁しろよ。なんで俺がここに戻ってくるといっつもオートバットがうろちょろしてやがるんだよ。まったくよ。まだないよな。冗談じゃねえ。じゃあまたそこどけ。ここから脱出する方法を教えてくれ。悪いけど忙しい。この前助けてやったろ。あん時は交換条件があったろよ。教えてほしけりゃ見返りをよこせ。でなきゃどきやがれ。どこだ。こないだはアーシーのことを見逃してやったが、お前は嫌だ。お前を串刺しにしてやろうか。クリフジャンパーと同じにな。くたばれバルコヘッド。クリフジャンパーの分、これはバンブーで全部まだ。お前、翼が取り戻せるなら何だってやるのに。おっと、船は出てった時のまんまだ。輸送船ハーベンジャー、やっと運が向いてきやがったぜ。エネルゴンのひとっかけらもないのか。あっ、実験室か。まだ使えるじゃねえか。プロトフォームだ。化学式は結構単純ですね。なんつってのっぺらぼうのお人形ちゃんたち待っててね。そろそろちゃんとしたお顔をあげようじゃないの。ボス、クローンさんいらっしゃい。トミーもびっくり。買ってもいいかな。いいとも。我がスタースクリームスのメンバーたちよ、お前たちはもうすぐ偉大な勝利を手にするんだ。俺がずっと粘り強く頑張ってきたからついに手に入る、もうすぐディセプティコンのリーダーになれるんだべ。え、嘘だ。話が早くて嬉しいぞ。さすが俺たちだ。我らは一つだす。あなたの記憶も、あなたの感情も、あなたの悪なき野望もだっぺ。そうか。幸いハーベンジャーの追跡システムはまだメガトロンの船とつながっている。問題はどうやってあの船にたどり着くか。お前らトランスフォームできんのか。もちろんできるよな。他にどうやって船まで飛べってんだ。今のはテストだ。お前ら全員合格で、さあ行け。メガトロンの呪われた命を消しちまいな。かっけえな俺。何する。ちれ、見つかるなよ。一人でこの船で見つかったらすぐに撃たれちまいだす。でも一緒にいるとこ見られちゃったらクローンってバレちゃうし。最初にメガトロンを見つけたやつは現在地を知らせるっぺ。はい。
スタースクリーム。メガトロンの野郎の最後を特等席で眺めるなんて最高だぜ。どうなってんだ。これはクリフジャンパーの分。これはバンボール。なんでクローンの連中が痛めつけられると俺まで痛くなるんだよ。なあおかしいだろ。なあおかしいだろ。あやば。だよね。だよね。こっち。メガトロン。これまでの借りを全部返す時が来たっぺ。ドリで。いや。後半へ続くスタースクリームだ。グルだ。アームズアップ。ジャップ。クローンか。スタースクリーム。子分どもの中に本物がいればだが。子分だと？俺たちは一人出す。でもたくさんいるっぺ。そうすればナンバーツーにしてやるぞ。お前たち全員な。ダメだっぺ。俺たちを騙す気だな。そうかな。そうだっぺ。我の申し出を受ければ全員勝てる。だが断ればどうせお前たちは最後はお互いに殺し合う。ダメだ。こいつの言うことを聞くなっぺ。俺の手にかかって消えろ。俺たちの手に。そうだ。俺たち全員の力を合わせればメガトロンを倒せるだす。やれ。あれ何の音だ。かまわな。3で撃つぞ。1、2、4。うん、今のは何だっぺ。立場が逆転する音だ。あっちじゃどうなってんだよ。いいぞ。あこっち。うわ邪魔だっぺよ。トランスフォーム。スクリーム様、最も忠実な部下が戻ってまいりましたっぺ。残念ながら我がチームは任務に失敗してしまいましたっぺ。はあ、ああ俺も感じてた。俺は体中がめちゃくちゃ痛かったんだぞ。オラが殺そうとしてたのよ。どうだ痛いだろ。俺も痛いぜ。痛すぎ。